はい、じゃあ本日はですね、こちらのこのカルピスの現役を落合超人が持ってきてくれたので今回はやっぱそれでまあ今回はまあ一応まあ企画として水を持ってきたんですが、まあ、絶対水はうまいじゃないですか。だからまあここら辺にあれるこのそう、まあ、炭酸水も絶対うまいからこのね、まあここら辺のまあいろんなね、ゼナな、これとか、まあ、これコーラコーラ、まあ僕が気になるのはもう本当これですよ。もう誰もやってないよ絶対これ。まあ、これもやってない。じゃあいいね、ね、あとまあこれ本当にやっていこうじゃあ。行こう。よし。よし。紙コップ並べるか。開けよ。お母さんそっち出てる。お母さん。お母ちゃんちょっと出よ。まあ元気だからじゃあまず何からいきますか。まずセオリーからいって水じゃない。いや水はもうみんな分かってるじゃん。とりあえずでも炭酸水でしょ。基準置いとくべきじゃない、基準を。あーね、べるためじゃあまず最初に水。え、どうする、何個作る、1個ずつ。じゃあえ、とりあえずその回し飲みって感じだね。落ちない、落ちない。でも入れてからこうやって移せば。え、じゃあ最初は水で。多分さ、問題は本当にこれが、まあ、水、じゃあ水いきます。これ足りんの。それ何って感じなんだけど、まあ普通のね、普通ですね。あ、お水ですね。映る映る映ってる。 OKOKOK。 じゃあ飲みたい人。はいはい。じゃあまずあれか、これね、あ、映ってる映ってる。これめっちゃ気になる。もうね、王道をね、行く。もうちょっと下下下下下下絶対うまいから、これは。あーもうこれはこれはね、え、それは何、水だけ、水水です。お、絶対うまい。王道は絶対うまい、ね、美味しいから王道っていう、ね、水道水だと、うん、普通にカラーうまい。茨城県、いろはす、茨城県ってやばいよ。茨城県何するね。あーなんか、ね、アルプス、茨城の大地、茨城のアルプス、茨城県の、ね、水道の味うまい、利根川の味がすごい。まあまあ、おじいちゃん飲んでるよ。上カメラマン、おじいちゃん。おじいちゃんにも優しい顔味が優しい、まあ、これはまあこれもこれは元のなりますね。じゃあこれが一応まあ50点としましょう。50点基準値。じゃあ次、ね、次は炭酸水。炭酸水はもうカルピスソーダ、ね、カルピスソーダで、ね、やってみる。そうですね、ウィルキンソンさんです。ウィルキンソン、いや、それそもそも炭酸水なの。まず飲んでみる。炭酸純粋な、あ、そう、美味しくないんだよな。炭酸水自体はあんまうまくはない。炭酸だ。炭酸水は、はい、飲みたい人、飲みたい人、飲みたい人。まず中身見てれば。あ、中身見てる。どうぞ、ね、泡も立ってるし。どうぞおじさん。優しい。まあ、泡立ってますね。優しい。これも感想が求められるよ、本当に。あ、こいつめっちゃ飲んだなきゃない。おお、え、これは、うん、炭酸だね。カルピスソーダ。はい、下手くそ。レポート三角だから。全然飲んでない。飲むのも下手くそ。普通にうまい。じゃあこれはおしまい。俺思ったんだけど、現役濃くね。濃くね。え、ミスミス、なんかさ、俺入れすぎたような気が。豚の何、豚の何、うん、豚の養豚場の匂いが混ざった気がする。はあ、まりね、そう絶対許さない、意味が絶対許さない。次、次どう、あ、うまくない、これ何、うまくない、濃い濃い、うん、濃い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 、ちょっと元気入れすぎ、お腹3日目みたいな感じ。コップじゃない、普通に炭酸だよね。でもコップがちっちゃいんだね、現役多いけど、うん、現役多いんだったら、だから炭酸水を混ぜてとかいいんで。じゃあ次、なんかもうこういうの やばいでしょ。ちょっと待って、とりあえず安全なところ、安全な、あ、これじゃない、おお、いいじゃん、それはうまい、それは絶対うまい。オレンジ並べとこう、ね、このオレンジ味の、オレンジ味のこのカルピスっていうのもなかなか美味しいと思う。あー、いい感じ。おしゃれおしゃれだ。プロに近づいた。カルピス入れるの下手なんだけど、炭酸強い。あと5つぐらい紙コップ持っていける。え、紙コップ足りなそう。全種類。あ、ある、そこにいっぱいある。もう水とか炭酸とか。水ぐらいだ。加工。じゃあ入れたら。これが水。水。どんぐらい入れんのこれ。でも5倍に薄めるとか。こんぐらいしようかな。え、それ何？あー、オッケーオッケー。バイアリス。あ、これ絶対薄いでしょ。もうちょっと入れる。薄いと思う。は？
キャドヨイジ。あ、うまい。あね、こんな。まあ、ありそう、ありあるのかな。実験で女子が書けそうな字で。これあ、いいですね。いいね、いいね。飲みたい人。さあ、飲みたい。はい。さあ。まあ、初見。初見。初見プレート、いっていきましょう。オレンジカルピス。全然大丈夫だよ。はぁ、お、あ、外れではない。でもね、当たりを選んだか、あのものだから、ね、強くない。ぶっちゃけこれ勝ってるよね。あのカルピスが消える。うん、カルピス消えた。あー、なるほど。完全にこれ 100% ちょっと、ちょっとなんか若干カルピス、まろやかっていうか、なんかさ、うん、ミルクって感じがするけど。次何いきましょう。 100% あー、ほぼほぼオレンジ。飲んでみ。ちょっとすげえ甘くなったみたいなさ、砂糖入れたみたいな感じで、ね、何なんだろう、下手なのかな。じゃあ次こっからでもこっからもサイダー、闇に入りそうだよね。サイダーだから美味しいでしょ絶対。あ、サイダーは当たりだった。じゃあこのサイダーを入れていく。サイダーだから炭酸と変わんないと思う。元気足りる。そんな元気2本あるからぶっちゃけ、ぶっちゃけ家にそこに行けば、下に行けばいっぱいあるんだよこの元気。あ、そっか、こいつ 50本ぐらいあるんで。あれ、元があれだ。あー、仕入れてます。これはうまそう。入れ方がもうプロだよ。炭酸水にさ、コクっていうね。そう、なんか、あ、うまい、それは入れ方多くね、多くね。いや、まあ、それ味がなんか入れすぎやろ。オッケーじゃね、これオッケーじゃね。オッケーです。飲む人、飲む人、はい、はい、最初、最初、最初、はい、最初、最初、じゃあ、いただきます。わわあわまあ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 現役が全然サイダーなのがやばい。なんか、サイダーの、なんかね、中和してる。中和とは言わない。俺絶対やばい。いや、サイダー勝ちすぎじゃね。もうちょっと配合はね、気をつけた方がいいよ、多分。マジ、うん、糖尿病で死ぬ気がしてきた。あ、サイダーだ。砂糖でしょ、ほぼこれ。もうね、くそ、うん、夜中に飲み物しちゃう。あんめぇ、あんめぇ、あんめぇ、あんめぇって感じ。これはサイダーの口直しでいこっか。うん、アクエリアスも安全そう。いやー、きついよ、だろ結構。じゃあ次、あー、レモンジーナ。いいの？本当に土で土。じゃあオランジーナ、いい、オランジーナで。オランジーナじゃないよ。レモンジーナ。クソ。レモンジーナをじゃあやっていきたいと思う。目一杯入れるとしてどんぐらい入れればいいの？5倍とか6倍に薄めるって。こんぐらいじゃない？あ、でも多いか。それで多いっつってんか。なあなあ、これどこだっけ？5倍だ。あ、多分さ、カフェイン 50mg って書いてある。こんぐらいじゃね？え？結構多い、少なくねえだよ。さっき最初なんで良かったかもしれない。ぶっちゃけサイダーとかとあんま変わらなそうだよね。いや、わかるけど、ウィダインゼリーがあるんだったって。口の中がもうついでにおかしくなってる。うん、なんかなんかでもう軽くし、甘いよね全部。そんぐらいでいいんじゃない？こんぐらいで多分。大丈夫、濃いよ多分。いや、5倍、4、5倍に薄めて。こんな。書いてある。ああ、いいですね。5倍希釈。よし、じゃあ最初飲む人。あ、じゃあ、じゃあ俺から。はい。いけにえさせられた。石鹸の匂いじゃない。石鹸。いや、100ミリの俺たちがやめてほしいよ。ああ、なんか、なんて言うんだろう。レモンなのかな、これ。土。土土ではない。土っていうの、ね、あー待って、レモンジーナ。程よい。レモンジーナ、程よい。あ、うまい、うまい。土、土、土の味する。土がうまい。なんかカブトムシの味する。こいつ、ほんと味音痴だよね。カブトムシの味ってなんだ。わかるわかる。カブトムシ。何でみ？カブトムシ。わかる。昆虫のさ、腹の味がする。そう。ここら辺の味する。なんか風味、風味。腹の匂いって何？はい。あ、でもくせえな。なんてか。くせえな。マジで。
これこれマジでカブトムシの匂いやべえカブトムシなの、え、あの虫かごの味よやばい虫かごの味しかしないじゃんこれ昆虫ゼリーとか地形じゃない、え、ちゃちゃマジでさ、やばいこうやっていいんじゃん、あいつら、あれ、昆虫マットのさあのね、わかる、ね、あいつらがいる昆虫マットの絞り汁みたいな味するやばい、うわ次行こう。次行こう。まあ、なんか、まずいやつじゃない。いや、美味しい。いや、なんか、こいつがね、こいつが全てを元凶だよ、絶対。じゃあ、次は、アクエリア。アクエリア、アクエリア多分絶対的にうまい。そんなことが僕は言える。うわ、マジ。これがね、もう。入れちゃうか。これ自体がなかなかこれだよこれこれがカブトムシこれが昆虫マットこれが昆虫マットの匂いするんだあーわかるカブトムシだわかるそう餌あげようかなっつってアクエリアスプラスカルピスわかるよ超わかるカルピスの原液をじゃあお前からカルピスの原液をちげえアクエリプラスアクエリプラスこれは俺ハズレだってこれアクエリハズレでしょあんめーやばい出ましたじゃあ簡易ねお前簡易しなくてこれやばいあこれほんとやばいよハボマイを使ったら簡易糸引いてんだけど糸引いたの汚いからどうねー甘くねこれめっちゃ甘いかんねマジで待って配合ミスったとかでもうまいえどううまいよえ配合ミスったあ配合うまいけどうまいけどあんま甘いあんめーえこ配合ミスったわけではない多分そんなわけじゃないとあでもどうだろううまいけどレモンジーナがさちょっと勢い強すぎてもう、ね、なんかもう舌が甘い何これ昆虫ではない砂糖飲んでるみたい次はあそれはわかる舐めてるなんか砂糖なんか美味しく砂糖美味しく砂糖ねプラス会員危険ゾーンだよねここら辺はアクエリじゃあ紅茶とかもやばいもうなんだここら辺やったんかヨーグリーナやってないじゃんこれはもうやったコーラコーラとかまだ安全じゃない今尺どんぐらいかな今12分15分で切ろうかオッケー切らねえよ一回編集してなんかやる編集のアプリで撮ってさえ何やろう待ってどれコーラ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 行くえじゃ前半後半で分けるのじゃあ分けるかあじゃあ次前半終了これでじゃあコーラやりますヨーグリーナはまださこれもやるじゃんこれやんねえよこれもう完成形だよだって飲めよ今一人で飲め富士山コーラが俺が飲みしたいと思うグレープのカルピスだってあるからあれだっていいよだってもう地味なやつ残っやっちゃったもん、うん、はい、いただきます危険ゾーンしてもここから危険だよね、うん、オッケーだねこれで多分あ全然オッケーグレープソーダ一気飲みしたいと思いますこっちで別競技があるこんぐらいでいいかな富士山コーラではない吹いたらごめんねなんかもうごめんねじゃん炭酸コーヒーみたいな色して炭酸コーヒーみたいな色してはい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 じゃあ誰飲むあいつめっちゃあんこちゃうなんかね、なんか新時代って感じ新時代の幕開けなんどこ行くんだ新時代って感じだよ、本当に匂いだけ嗅いでみ本当だえ、飲み終わった本当だ飲み終わってない飲めやくそやろおめえがうるすんだやばいうまいうまくはないけどあの新時代って感じと同時甘いおい、これ終わりおむつとかおむつの味赤ちゃんのションベンなんだパンパースの味パンパースの味これはあんま美味しくない、はい、じゃあ一回切るかパンパースってやばい、はい、うわちょっとわかるでしょでもパンパース